お世話になっております、マサルです。今回はファイアウォールをテーマに一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずはファイアウォールとは何か概要を勉強します。その後フィルタリングルールとダイナミックパケットフィルタリングについて勉強していきましょう。それでは始めます。ファイアウォールは外部のネットワークからの攻撃や不正なアクセスから管理するネットワークやコンピューターを防御するためのソフトウェアやハードウェアのことを言います。今回はハードウェアを想定して図を作っています。通常ファイアウォールはネットワークの境界に設置され、内部ネットワーク、外部ネットワーク、DMZ 間の通信を制御します。まず各ネットワークについて簡単に説明します。内部ネットワークは外部に公開したくない機密性の高い情報が保管されていることが多いネットワークです。例えば顧客情報などのデータベースが管理されていることが多いです。外部ネットワークはインターネットに代表されるような内部ネットワークの管理者が制御することができないネットワークです。外部ネットワークは制御することができないので、悪意を持った通信を含めて様々な通信が発生します。 DMZ は外部ネットワークに公開したいサーバーを設置するためのネットワークです。公開したいサーバーの例として自社のウェブサーバーが考えられます。ウェブサーバーを作ってインターネットに公開することでサービスを提供します。管理者は内部ネットワークと DMZ を守るためにファイアウォールを利用して外部ネットワークからの通信を制御します。ファイアウォールはフィルタリングルールによって通信を制御します。フィルタリングルールは試験の品質項目なので読み取れるようにしておきましょう。通常フィルタリングルールは上から順番に適用されて、最初に合致したルールが採用されます。例えばインターネットから DMZ に向けて HTTPS を使った通信がファイアウォールに届いたとします。この時どのフィルタリングルールが採用されるのか考えてみましょう。フィルタリングルールは上から適用されます。まずは1を確認してみましょう。今回は宛先が DMZ なので該当しませんね。次は2番を確認します。宛先が DMZ なので一致します。送信元もインターネットなので一致します。サービスも HTTPS の通信なので該当します。動作は許可になっているので、ファイアウォールはこのパケットのログを取得した上で DMZ に向けてパケットを配送します。これがフィルタリングルールの一例です。もう一つ別の例も確認しておきましょう。次は外部ネットワークから内部ネットワーク宛てのパケットがファイアウォールに届きました。この時にファイアウォールがどのフィルタリングルールを適用するのか考えてみましょう。宛先がインターネットです。今回の宛先は内部ネットワークなので該当しません。2番を確認します。該当のパケットの宛先は内部ネットワークなので該当しません。3番も同じ理由で該当しません。この後いろんなフィルタリングルールがあるような記載になっていますが、最終的に該当するフィルタリングルールがなかったとします。その場合最後に設定されている30番が当てはまります。宛先がすべて、送信元がすべて、サービスがすべて、すべての通信においてこの30番が適用されることになります。このルールにのっとってファイアウォールは対象のパケットを拒否します。拒否した時のログは残さないという設定になっていますね。拒否した場合の通信のログを残すとログの量が膨大になる可能性があります。なので今回の例ではログを残さない設定になっています。ただしこの表は一例であって、拒否した通信のログを取得する場合もあるので、そこは問題のフィルタリングルールをよく見て判断してください。次はダイナミックパケットフィルタリングについてです。この表に記載されているのが静的なフィルタリングルールだとして、ダイナミックパケットフィルタリングは言葉の通り動的にフィルタリングをすることができる機能です。よく見るとここの部分にダイナミックパケットフィルタリングという記載がありますね。ダイナミックパケットフィルタリングとは、リクエストのパケットに対応付けられる戻りのパケットを通過させることができる機能です。例えば内部ネットワークの端末から外部ネットワークのインターネットに対して HTTPS の通信をする場合で考えてみましょう。宛先がインターネット、送信元が内部ネットワークで、 HTTPS を使って通信をするのでルール1が該当します。宛先がインターネット、送信元が内部ネットワークで、サービスが HTTPS の場合は許可されます。許可されるのでファイアウォールを通過してインターネットに向けて通信をすることができます。しかし HTTPS の通信の場合、接続先のサーバーから応答の通信が返ってきますよね。この応答の通信は送信元が外部ネットワークのインターネット、宛先が内部ネットワークになるので、
ファイアウォールのルールを見ると拒否されてしまうことになります。これだと困りますよね。そこで利用されるのがダイナミックパケットフィルタリングです。ファイアウォールは最初に発生したリクエストパケット、つまり内部ネットワークから外部ネットワークのインターネットへ向けた通信の IP アドレスやポート番号の情報を確認して、一時的に通信が許可できるようにフィルタリングルールにそのルールを加えます。インターネットから応答の通信が返ってくるときには、一時的に該当の IP アドレスとポート番号宛ての通信は許可されることになるので、ファイアウォールを通過して内部ネットワークへ向けて通信をすることができます。このようにダイナミックパケットフィルタリングを使うと、片方の通信だけ設定しておけば柔軟に応答の通信が返ってこれるようになります。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは参加者さん同士が交流できるイベントも様々用意しています。横のつながりを作って勉強したい人におすすめです。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回はファイアウォールについて勉強しました。ファイアウォールは境界型防御をするために利用されるなんて説明されましたかね。境界型防御というのは、今回のように危険な外部ネットワーク、安全な内部ネットワーク、公開する DMZ のようにそれぞれを分けて、その境界にファイアウォールを置いて通信を制御するという方法です。すでにご存知かもしれませんが、現在境界型防御ではセキュリティは不十分だと言われています。安全なはずの内部ネットワークに悪意のあるユーザーがいるかもしれないですからね。どのネットワークも安全であるとは判断することができません。このような安全なネットワークが存在しないという考えが、ゼロトラストネットワークという言葉になって今注目されたりします。ゼロトラストについてはまた別の機会にお話しますね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。お後がよろしいようで。